はいどうも、発狂マシンガンのアシス。今回はデイリーミッションということでやってまいりました。ということで、シーズン3になってね、右下にこうデイリーボーナスっていうのが来ましたけど、まあ、こちらは PK のミッションでして、毎日、PK をすれば、報酬がもらえるとなってるんですけど、皆さん、このデイリーミッション PK 失敗したくないですよね。ということでね、今回はこの PK を確実に決めれるように皆さんにはなっていただこうかなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやっていきましょう。ということでね、今回は、Twitter の方などに、情報を提供していただきました。ありがとうございます。皆さん心よくね、 OK していただいたんで、もう本当に感謝しております。ということでね、今回情報いろいろ持ってきたんでまとめようかなということで、まず一つ目は、Twitter で、チーズさんっていう方に教えていただいたんですけど、こちらデイリーミッションのキーパーが、トレーニングモードのアウェー側に設定しているチームのキーパーになっているということで、こちらまず検証していこうかなということで、トレーニングで、ドリームチームで、フリー練習で、一応 PK でやっとくんですけど、こちら、押してもらうとアウェー設定できるよね。で、例えばこのイングランドの、アーセナルしてみると、キーパーライアンになりますね。ということで、僕今回、相手のキーパーめちゃくちゃ弱そうって言ったら失礼やけど、身長低いキーパー見つけてまいりました。ということで、こちらアジア、ここ J2 の下ですね、タイリーグで、ナコーンパトムユナイテッド、これ押してください。でこれにすると、相手のキーパーこちら身長ちっちゃいですということで、このサトンちゃん選手見ると身長170と、イーフトで一番ちっちゃいです。170いっぱいいたんですけど、これスタメンじゃないとね、これキーパーなってくれんのよ。今サトンちゃん選手が、スタメンだったということで、このチームをアウェイに設定していただくとデイリーミッションの方もなるんじゃないかと。まだわからんねんけど、とりあえず設定してください。デイリーミッション1回しかできんから、僕もね今やりながらやってるんですけど、とりあえずこれ設定してください。これで、相手のキーパーを、弱くできたよと。で、多分これはもうアウェイでもこのまま設定したまま置いといてください。で、次 PK の蹴り方、決める方法ですね。で、まず一つ目、YouTube やってる、ポテトさんが動画で出してたやつですね。で、それ見ると、呼んでても止めれない PK ということで、で、こちら、詳しくはもう動画見てもらった方がいいと思うんですけど、とりあえず、右上か左上に蹴ろうということなんですよね。その角に蹴れると、キーパー呼んでても、もうほぼ飛べれないということやね。その蹴り方は、ポテトさんが、めちゃくちゃわかりやすい手元動画が出てるんでね、そっち見た方がいいと思うんですけど、一応蹴り方としては、フリーキックとかと違って、指さえ離さなければ、これシュート打たんのよ。ポストの横にあるなんか棒みたいなところの、一番上らへん、で、指離してもらうと、こういう感じで、一番端っこに蹴れると。で、多分これ呼んでても止められない。いや、マジでこれ手元見てもらった方が絶対わかりやすいんやけど、こっち、端っこ蹴る。これ違うね。これちょっと下になってるんよ。もうちょい上に、もうマジで端っこに蹴れたらいいんやけど。一番端っこ。これ多分端っこなってるかな。呼んでくれんな。キーパーの人呼んでほしいんやけど。これ端っこなってるかな？どうやろ？キーパー呼んでくれよ、頼むから。左、多分これ端っこなってるはず。ほら、入るんよ。こういう感じで読まれても入る。で、キーパーもちょっと身長低くなってるから。これで、もう2つの効果。これよ。もうこれでもう相手は止めれないと。で、ラスト、Twitter でカイツさんに教えていただいたことなんですけど、キーパーが、足踏みしてたら左右どちらかに飛ぶ。動いてなかったら真ん中ということで。これ AI にも対応してるんかな？ちょっとそこはわからんけど。一応足踏みするみたいですね。で、多分今してないんで、飛ばんはずやねんけど。飛ばん、ほら。飛ばんのよ。これです。足踏みすんのかな？ AI がするのかちょっとわからんねんけど。どうでしょう？足踏みどうだ？これはしてる？してない？わからんな。わかりづらいな、これ。足踏みがちょっとわからんな。あ、でも、後から飛んだね、今。どうなんやろ？足踏みしだすんか？ちょっと見てみるか。足踏みするまで見てみましょうか。するのかな？で、この、これ止まった後に、でも足踏みしやんな、こいつ。どうなん？これしてる？これしてる？どう？これわからん。してんのかな、これ。AI はもしかしたらしやんのかもしれんな。どうなんやろ？
今の足踏み難しいな。これこれはまず最初飛ぶんよ、ピョンピョンして、あ、これ足踏みか。今足踏みしたね、多分足踏みっぽかったけど、ほら多分足踏み。あれ難しい、これ結構ちゃんと見極めやんなできんかもしれんね。これでもこれはしてなくないか、どう、これはしてないか、どうだ。飛んできた、でも止めれない。まあだからもうこれを3つ掛け合わせればもう入ると、そういうことです。正直難しい、 AI やからより難しいね。多分対人戦やったらね足踏み分かりやすいと思うんやけど、さあどうだ。でもこれ今足踏みしてやめて、こいつやめんねんけど、 AI キモすぎる、 AI がキモすぎる。足踏みちょっとしだしたりやめたりすんねんけど、いや今ほらこいつずるいわ。俺が PK 止める側になりたいな、無理かな。あ、PK ゴールキーパーあった。これでやってみよう。だからまあこれ足踏み、ほらこれすんのよ、ほら AI やったらもしかしたらしやんのかな。こっちの方が分かりやすいな、やっぱり。やっぱ対人戦向きなんかもしれん。ほらこれ足踏みしてるやん、相手蹴んの早い、相手蹴んの早いわ、おいって感じで、まあもしこの足踏みしたらまあ飛ぶっていうのは分かっといてもらえたらいいのかな。もしかしたらするかもしれん。まだデイリーミッションの方やってないから分からんのよね。ということで、デイリーミッションマジ1回きりやからね、ちょっとやっていきます。1回やからね、ここで相当練習しとかんな。マジこの練習は大事かもしれん。ということで、デイリーミッションやっていきましょう。もうこの3つを掛け合わせてやっていくしかない。この3つ使えばいいんよね。ほらキーパーちっちゃいでしょ、ほらキーパーちっちゃいでしょ。でキッカーは変わらんのよね。さあ足踏みしてないか、どうだ。してないね、これしてないね、してないから、あの、したか？ちょ、キモいこいつ！やめろ！おい！キーパーを動くな！キモすぎるこれ。でもさっきの足踏みとは違うな。これ足踏みした。もうキモすぎるこいつ。え、やめたりすんねんけど。え、何してんのマジで。え、でも今してないから、いや、今止まってるわ、確実に。で、こう、一番端っこに蹴る！よーし！もうとりあえず OK 決めました。ということで、こういう感じで皆さんも決めてください。足踏み難しいな、ちょっと AI ではちょっと難しいかもしれん。多分あの AI がさ、もうその操作をやったりやめたりしてるんやと思うよ。なんで、まあ、とりあえずあのキーパーちっちゃくして右上か左上に蹴っとけば、まあ、結構成功率は上がるんじゃないかなと思いますね。でまあ足踏みまあ、ちょっとしたんじゃないかっていうのもね見つつやってもらえればいいのかなと。進んでいく進んでいく、進め進め、オッケーということで、まあ、早くやっぱこのネイマールゲットしたいからね、まあ、皆さんもよければこれね使ってみてください。まあ、結構ね確率は上がると思うんでね、まあ、やって損はないんじゃないかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。情報提供していただいた方のね、SNS もぜひチェックしてみてください。Let's have a